スーパーダマデは株式会社フライフィッシュが大阪府及び兵庫県で展開している生鮮食品、加工食品の販売を中心としたスーパーマーケットである。2018年6月30日までは株式会社スーパーダマデが運営していた。岸の里店にはカラオケやボーリング、ビリヤードなどがある、玉でボールを併設している。本社は 大阪市西成北までに所在する。大阪府に41店舗、兵庫県天ヶ崎市内に1店舗を展開。年賞は約500億円。安売りやネオンを随所に設置した派手な外装、24時間、営業、年中無休など特徴ある店舗を運営し、大阪ならではの商売の典型例として、全国各地のテレビ番組の取材を受けることも多い。設立当初は、 本店を除いて24時間営業を行わず、ほとんどの店舗で定休日を設けていた時期がある。近年はディズニーキャラクターを用いたネオンや装飾が小坂店などで見受けられる。営業方針としては徹底した低価格路線を貫き、随時開催される1円セールがよく知られている。これとは別に牛肉や豚肉などの一部を1グラム1円で売っている商品があり、 こちらについては特に制限もなく1グラム1円で買える。新聞への折り込みチラシは毎週か、日,日曜日に発行している。店舗展開は創業以来長らく大阪市南部が中心であったが2009年5月30日には大阪市北区天神橋4丁目の天神橋筋商店街に出店し大阪市北部への進出を果たした。また、 2010年12月には、兵庫県天ヶ崎市に出店し、大阪府外での初出店となった。将来的には、京都府や愛知県、東京都への進出も視野に入れているというが、梅田周辺や北摂への進出は2020年7月現在でも、果たせていない。このことについて、スーパーダマデ川は、梅田周辺や北摂とかは上品なところで、価格競争の地域とは、 雰囲気が違うと答えている。長年にわたり、支払い方法は現金のみで、クレジットカードや電子マネーといったキャッシュレス決済には対応していなかったが、2019年10月の消費税率引上げに伴って開始した、キャッシュレスポイント還元事業を機に PayPay ペペやメルペイや AUPay や D 払いなどの QR、バーコード決済導入を順次進めている。 2018年7月1日、スーパーマーケット事業をスーパーダマでの受け皿会社として新設された株式会社フライフィッシュに約46億円で売却した。前田拓次はスーパーダマでの親会社であるタマデホールディングスの主力事業を不動産管理事業に移行させ、スーパーマーケット事業を新会社フライフィッシュに売却する理由として、 今年で74歳になることを踏まえ、信頼できる会社にスーパーダマデを発展させてもらいたいことを挙げている。なお、この件に関連して、フライフィッシュ社が、鶏卵生産大手の伊勢食品系列であると一部報道機関が報じたが、フライフィッシュの筆頭株主である東京の不動産会社、株式会社、アイセリアリティの 代表取締役、伊勢彦信が、伊勢食品の代表取締役会長を兼任しているという関連はあるものの、両社間に、法制上の親子関係は存在しないため、これは誤報である。フライフィッシュ社長には、愛瀬の代表取締役を務める湯本正樹が就任した。フライフィッシュは、営業時間の見直しに着手し、 2018年7月8日付で6店舗が24時間営業を取りやめた。一部店舗における種類の販売も、種類の販売業免許申請の関係で休止している。看板の変更や赤字が続いていた一円セールを見直す方向である。なお、新今宮駅前にあるひまわり不動産は、玉出ホールディングスが経営する。なお、 アイセリアリティ社は2018年12月29日付でフライフィッシュ社の所有株式を第三者にすべて売却したため、それ以降は無関係となっている。フライフィッシュに関するカテゴリー、ありがとうございます。